どうも霊夢です。どうもマリサです。ヨウムです。フランド、今回は普通にリーグマッチをやっていきたいと思います。おう、久しぶりに普通にやっていくのか。最近ね、ふざけすぎてる気がするんですよね。いや、ふざけてんだろこれ。パブロ4人とかどんだけ舐めてるんですか。もう先生的に負けてる気がするんですけど。正直に言ってこれ負けるよな。私のやる気がそがれるようなこと言わないでください。ぶち殺すぞこら。お口が悪いですね。どうやらあの飲み会チーターの時を意識して喋ってるそうだぞ。舐めてんのかこら。いやもうこれアウトレイジ意識してるだろう。というか今回ロビーで出会った人たちなんですよね。だからツアも何もしてないわけですよ。暗黙の了解でパブロを選んだってわけか。まあ皆さんがパブロにしてたから私もパブロにしただけなんですけど。てか今回味方強いからなんか勝てる気がするんですよね。今なんかめっちゃ押してるし、他の人も強いんですが止まらないキャベツさんがズバ抜けてクソ強いですね。理想の味方すぎて泣けてくるー。そしてシメッシやろう。よっしゃ前は任せろ。全員ぶっ潰してやるぜー。こいつマジで突っ込んでいきましたよ。バカじゃねーの。うるせえアホども。ここで潜伏して上から振ってくる奴らを殺せ。その前に霊夢のせいでここがやられてるんだが。霊夢さん今すぐ味方に土下座してきてください。焼き土下座でいいと思いますよ。絶対嫌ですね。そして倒されるという。こいつにはちょっと罰を与えてやんねーとダメみたいだな。後ろに何かいるんだけど。東方の二次創作者でマリサさんみたいな父がいましたよね。こっちにも一人いるけどな。妖怪ぼっちに出てきそうな名前ですね。これ弟のフレンドか。ちょっと聞いてくださいよ。どうしたうんこ。霊夢の授業の話なんですけどね。長そうだからやめろ。やだ。それでねそれでね先生が問題出したんですよ。その問題を間違った回答でしかも大声で言っちゃったんですよ。ああ黒歴史黒歴史。高校生からは作らないように決めてたのに。ああ脳が震える震える震える。ちょっとわらび猫流の黒歴史忘れる方法をこの体を張って教えますね。わかったから早く消えてください。なんか一人でし始めましたね。かわいそうだから放っておいてやれ。そろそろ塗り顔されてきてるしやばいんじゃねえか。全然そんなことないですよ。お子様のフランは黙ってみてようね。なんだとてめえこら。もう一遍言ってみろ。うつ主がうるさすぎて実況どころじゃないんだが。実況どころさん黙れ。うつ主さん黙らないと射殺しますよ。もううつ主死んでるぞ。バカだろこいつ。緑の人誰。というか前回の動画でオフゼロの日を間違えてたそうですね。おいお前のせいでまたこいつ始めたぞ。こいつまだ言ってたのか。いっそのこと殺した方がいいのでは。もう死んでるぞ。またかよ。痛かったよママン死んでろ。さすが10月24日にスプラミの大型アップデートだと勘違いしてめちゃくちゃ無駄な準備をしてた人はいろいろと違いますね。なんで俺の痛い思い出をそこまで詳しく語れちゃうのかな。スプラトゥーンのグループの方で俺は最速編集ゆっくり実況者だから最速でガチ当たり出してやるみたいなことを言っていましたもんね。本当恥ずかしいから言わないで。何が最速編集ゆっくり実況者だよ。バカにしてんのかてめえ。なんだとクソガキ。さすが暴言系ゆっくり実況者で有名のわらび猫さんは違いますね。さすが買い物に行ったとスカートにカゴを入れずベーコンをそのまま突っ込んだわらび猫さんは違いますね。ヨウムだけちょっと黙ろうか。っていうか前の敵が出てきませんね。この行為完全に煽りですよね。これで出てくるでしょう。出てこんのかい。ならこっちから行かせてもらうだけです。どこにボム投げてんだよ。もう相手逃げちゃってるぞ。なんだと。なら追いついてスーパーチャッチをてめえにぶち込むだけだこの野郎。スーパーチャッチが強すぎる。そもそもこんな舐めた編成でよく試合がまだ続いてますよね。味方さんが強すぎるからしゃあなし。公正さというものがあるのだよワトソン君。しねえ黙りやがれ。そして倒されるという。黙らないですよ。クソ。まさか死ぬとは思わなかったぜ。でもこれからが本当のデスゲームの始まりなんだよ。クックック行って帰れると思うなよてめえら。帰り討ちにされる可能性 90%。 霊夢頑張れの思いを込めて帰り討ちにされる可能性は 90% だけじゃねえか。だが私はゾーンに入った。自分でそんな猛言言ってる時点ですでに集中力が途切れてますね。集中力最大の私に勝てると思ってるんじゃねえぞ霊夢くん。集中したいなら口より手と頭を動かそう。マリサ先生霊夢さんの頭が故障しています。さっきから言いたいことをベラ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 すっかって嫌がって。このチャッチがり素晴らしいだろう。なお相手と何の変わりもない模様。ほら見てみろ私を倒した呪いで奴は死んだ。これが私のパッシブ能力。私を倒したら相手は絶対に死んじゃうよだ。とにかくそんな発言をして死にたいとは思わないんですかね。なんて辛辣なお言葉。もっと言って。キネメンヘラクソンな。言ってる意味を探した方がいいですよ。ダミと何回交尾しましたか。ヨウム落ち着け。霊夢の心はもうボロボロだぞ。うわぁ、ヨウムのせいで死にました。頭大丈夫ですか。これマジで勝てちゃうんじゃないですかね。まあ、言ってしまうとパブロ4人で勝った動画いくつかありましたよ。なんでそんなこと言うんですか。やる気なくしたじゃないですか。あ、もういいや。適当にやろう。すでに人生を適当にプレイしてる霊夢さんがスプラも適当にするそうです。そしてゲームセット。適当にゲームをプレイする暇もなかった。まさかあの状態でノックアウトまで持ってくとは思わなかったな。さすが味方さんといったところですね。とりあえずなんとか勝つことができました。まあ途中でヨウムさんがクソみたいな発言をしたので喜びは激減しました。ごめんなさいね。変な発言しちゃってごめんなさい。まあとにかくパブロ4人組で勝つことができてよかったな。まあ余裕だったんですけどね。すぐ調子に乗るレイムさん。アニメで3下の悪役キャラをやらされそう。私といういじられキャラがいないとこの実況はやっぱり成立しませんね。大役がいませんもんね。誰もレイムさんと同じ立場に立ちたくないから。ちょっと今とんでもない発言が聞こえた気がするんですけど気のせいです。